二代の妃「昔より今に至るまで源平漁師長家に召使われて王家に従わずおのずから朝剣を軽むずる者には互いに戒めを加えしかば世の乱れもなかりしに 方言にためよし切られ、平時によしとも忠せられて後は、末末の源氏ども、あるいは流され、あるいは失われ、今は平家の一類のみ繁盛して、頭を差し出すものなし、いかならん末の世までも何事かあらむとぞ見えし、 されども、鳥羽の院御安家の後は、氷河打ち続き、死罪る刑、欠陥町人、常に行われて、解大も静かならず、世間もいまだ落去せず。中んづくに、英略王法の頃よりして、院の近所者おば、うちより御今しめあり、 うちの近所者をば、院より戒められる間、上下恐れおののいて、安い心もなし、ただ深淵に望むで、白氷を踏むに同じ、首相、将校、府死の恩間には、何事の恩隔てかあるべきなれども、思いのほかのことどもありけり、 これもよ行紀に及んで人凶悪を先とするゆえなり首相院の仰せを常に申し返させおわしましける中にも人地獄を驚かし余持って大きに傾け申すことありけり 古今への院の木崎大公大古空と申ししは大井の帝の右大臣金吉公の御娘なり先帝に遅れてまつらせたまいてのちは九重の外この衛瓦の御所にぞ移りすませたまいける先の記載の宮にて かすかなる御ありさまにて渡らせたまいしが、英略の頃追いは御年二十二三にもやならせたまいけむ、御盛りも少し過ぎさせおわしますほどなり、しかれども天下第一の美人の聞こえましましければ、首相、色にのみ染める御心にて、 密かに公力士に乗じて、外宮に引き求めしむるに及んで、この大宮へご縁書あり、大宮、あえて着こし飯も入れず、さればひたすら歯や穂に現れて、木先五十代あるべきよし、右大神下に煎児を下さる。 このこと、天下において異なる少子なれば、苦行千にあり、おのおの意見を言う。まず、胃腸の戦場をとぶらうに、診断の側天皇后は、当の大宗の岬、高宗皇帝の刑母なり、大宗崩御の後、 高僧の木先に立ちたまえることあり。これは、胃腸の線にたる上、別段のことなり。しかれども、我が蝶には、神武天皇よりこの方、仁能七十四代に及ぶまで、いまだ二代の木先に立たせたまえる例を聞かず。と、 諸教一道に申されけり、将校もかるべからざるよし、こちらへ申させたまえば、首相仰せなりけるは、天使に父母なし、我、従前の開口によって万丈の方位を保つ、これほどのこと、などか、 「栄涼に任せざるべき」「とてやがて五十代の日んげせられける上は力及ばせたまわず」「大宮や各ときこしめされけるより御涙に沈ませおわします」 剪定に遅れ参らせにし、九州の秋の初め、同じ野原の露とも消え、家をもいで、用も逃れたりせば、今、かかる浮き耳をば、着飾らましとぞ、御嘆きありける。父の音ど、こしらえ申させたまいけるは、 世に従わざるをもって狂人とすと見えたり、すでに帳名をくださる、司祭を申すにところなし、ただ速やかに参らせたまうべきなり、もし王子ご誕生ありて、君も国もと言われ、愚郎も外祖と仰がるべき、 想にてもやそうろうらむこれひとえに苦労を助けさせおわしますご高校の御い至りなるべし」と申させた前ども御返事もなかりけり大宮やそのころ何となく御手習いのついでに 伏に沈みもやらで川竹の世に試しなきなやながさん世にはいかにして漏れけるやらむ哀れに優しき試しにぞ人々申しあえりける。 すでに五十代の日になりしかば父のおとど九部の神立ちめ出社の儀式何度心ごとに出したて参らせた玉い蹴り大宮物置御いで立ちなれば富にも奉らずはるかに夜も更けさよも半ばになって後御車に助け乗せられた玉い蹴り 五十代の後は、霊慶殿にぞ増し増まける。ひたすら、朝祭りごとをすめ申させたまう恩ありさまなり。かの紫神殿の皇居には、現状の障子を立てられたり。委員、帝五林具聖南、太公房、六里先生、李責、 手長足長沼形の障子鬼の間李将軍の姿をさながら映せる障子もあり尾張の神小野の東風が七海玄状の障子と書けるも断りとぞ見えしかの清涼殿のガトの未障子には 昔、金岡が書きたりし、円山の有明の月もありとかや、コインのいまだ優秀にてましましけるその紙、何となき御手間探りのついでに、書きくもらかさせたまいしが、ありしながらに少しもたがわぬをごらんじて、剪定の昔もや、 恩恋しくおぼしめされけむ思いきや浮き見ながらに巡り来て同じ雲いの月を見むとはその間の恩なからへ、 言い知らず、哀れに優しかりし恩ことなり。